会見になります。ボスターの深井博之さん、よろしくお願いします。まず幼少期、ちっちゃい子ですよね。はい、エレクトーンを始めるが当時は嫌だった。そうなんです。親にやっぱりこうやらせられた感があったんで、本当あんまり好きに、その時は好きになれなくて、今思えばやっとけばよかったなと思うんですけど、ね、行きたくないあまり月謝袋を玄関に置き去りにして盗まれるっていうのは、それ意図的に置いてったっていうことではなくて、そういうことなんですか。そういうことなんです。あ、もう月謝もう行きたくないから、そのお稽古カバンを玄関に置いて学校に行って、そしたら亡くなってた。帰ってきたら事件ですよね。事件です。事件。盗難事件。盗難事件。中学生になり、ゾウさんを手に入れた。そうですね。で、イカ天を、イカ天を見て。そうですね。ちょうど僕が中1、中2ぐらいのイカ天の一番前世紀で。あ、これ絶対今ですね。ゾウさん。ゾウさんを。それがまあ一つのきっかけは、高校生になって軽音に入ろうかなというお話ですよね。そうです。これ なんで軽音をやめたんですか。軽音はですね、やっぱり、高校ぐらい、僕の高校の頃だと、はい、ハードロックの前世でかなりこう金髪の、はい、わーっていう、こう先輩方が多くいらっしゃった覚えがあるんですけど、ちょっと、怖いなと思って、その時はやめちゃった。踏みとどまった。踏みとどまった。大学はどうだったんですか。怖い先輩とかもいたんですか。もう、いたはいました。あ、いたはいたんですか。でも、やっぱり割れたかった。その頃から、本当の意味で、洋楽とかも聴き始めて、本格的に聴き始めて、音楽に親しい感じはしますね。あ、語りも最初どうなんですか。僕はたまたま運が良かったんですけど、初めてとか 1,2 回目ぐらいで、そばで聞いてくれる人もいたりとか、声かけてくれる人とかがいて、それで やってみて、意外にすごい、路上の赤坂さんっていうのに初めの方で触れることができたので、あ、路上っていいなって、そこからスタートしました。2001年、転機が訪れるんですか。そうですね。しばらくちょっと歌を全く弾かない時期があって、で、そういう時期を経て、あ、やっぱりいいなっていうのを思い直して、改めて再確認したいですね。その時に2001年の7月に初めてテレビの祭で出させてもらって、そこからがどんどん積極的にやるようになってきたきっかけです。上田もやっぱりエレビノさんですし、あとは一番は上田ロフトっていうライブハウスで、月一でアコースティックライブの企画がありまして、そこにお世話になって、上田のいろんなアーティストにも会えたし、いろんな経験をする見たのが、違うなんていうかな、上田ロフトさんっていうところにお世話になり始めて、やっぱ上田の良さを改めて知ったこともあるし、自分もすごい音楽的にもお世話になったので、そういう面ではこちらがいただいたものをまた上田に返したいというような気持ちも少なかったです。恩返しというか、まあ、2007年になりましたけど、はい、今年何か動きはありませんし、そうですね、ここ、まあ、半年ちょっと活動がちょっと休止状態になっていたんですが、今年はちょっと改めて録音なんかもしないです。あとはちょっと上田以外のところに少しできるなっていうのを、個人的にはやっぱり一番お世話になっているのは赤猫とも
電話してもらいました。静かに瞬く蛍の光。